岩上次郎11月29日から1989年8月16日は、日本の政治家、元茨城県知事茨城高等学校、中学校校長、自民党参議院議員、精神学園高等学校、中学校初代理事長、茨城県中郡売面町生まれ、茨城中学校、水戸高等学校から1940年に、 京都帝国大学法学部を卒業、ブリジストンに入社したものの、直後に王将し太平洋戦争を戦う。1946年に復員し、青年文化運動に参加、1947年に売り面町長となる。1951年に一旦町長の座を退き、ペパーダイン大学に留学、地方自治や社会福祉を研究し、 帰国後の1955年に町長に復帰する。1959年初めての民選、茨城県知事選挙に、自らが地元組合長をしていた農協組織を中心に設立された茨城県、高能政治連盟に擁立され、日本社会党と県職員組合の支援を得て、立候補。自民党が支援していた、友末王子を破って当選するが、すぐに、 自民党が与党に転向。1971年の知事選では、かつての与党だった社会党から医師の久男を対立候補に立てられるほどにまで対立が進んだ。知事在任中は、鹿島臨海工業地帯、筑波研究学園都市の開発と米軍ミッド社爆上の返還に力を入れ、農耕漁然の地域開発を目指した。 1974年10月25日、茨城国体の閉会式後、メイン会場となった笠松運動公園陸上競技場で記者会見を行い、手掛けた仕事に区切りがついたとして、知事後選付出馬を表明した。1975年に知事退任後、茨城県歴史館長を務め、歴史資料保存法制定に向けた運動に心血を注ぐ。また、 鹿島地域の教育のレベルアップを目指した、精神学園創立に尽力。1977年12月に妻で、参議院議員を務めていた、岩上太子が、難病にかかり、辞職。それに伴う翌年2月の参議院議員、茨城県選挙区補欠選挙に立候補し、当選、以降3期務める。また、科学技術政務次官を務める、議員立法で、 公文書館法を制定する。1987年、訓一等随法省受賞。参議院議員在職中の1989年8月16日、肝不全のため、慶應義塾大学病院で死去。75歳没。同年10月1日の次郎の死去に伴う、補欠選挙では、代わって妻の太鼓が立候補の意思を示したが、保守分裂の様相を呈したため、 関係者の説得により断念。候補が一本化された野村一夫が当選した。同年10月2日、同じ自由民主党の板垣忠氏が参議院本会議場で哀悼演説を行う。ありがとうございます。